日本福岡県北九州市八幡東区、東田東田は福岡県北九州市八幡東区にある町名。現行行政地名は東田一丁目東田五丁目。官営やあ製鉄所創業の地で広大な企業の未利用地を有効活用するため東田土地区画整理事業が進められ、1993年に北九州市住まい生活店が2001年に 北九州博覧祭2001が行われた。JR 鹿児島本線の直線化や、スペースワールド駅の開業、新産業の誘致、商業施設、業務施設の充実が進められた。自然、歴史、環境を学ぶ場として、北九州市立自然史、歴史博物館、北九州市環境ミュージアムが立地している。2017年の年末に閉園した。 テーマパークスペースワールドも東田地区に立地していた。東田地区では北九州市が掲げる環境使途に向けた様々な取り組みが行われている。2010年度から2014年度までの5年間、経済産業省の次世代エネルギー社会システム実証地域の指定を受け、北九州スマートコミュニティ創造事業が行われた。次世代送電網スマートグリッドを中核に、 電力の需給状況に応じて、電気料金を一時的に変動させるなど、電力の需給バランス調整の仕組みづくりに取り組んだ。2011年1月、民間企業13社で設立された、水素供給、利用技術研究組合と福岡県が共同で、整備した北九州水素タウンの実証実験がスタートした。製鉄所で生じる複製水素を、パイプラインで、 地区内の一般家庭、商業施設及び公共施設に供給し、利用する技術の実証に取り組んだ。スペースワールド周辺、東田大通。ありがとうございます。